分厚いからね、なんかでかいのが入ってそうなんだよね。いやこれマジダン行くぜ、行ったね。おダン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 、赤毛豚ってことはサニーか。これはダダン来た。サニー美食屋四天王サニー、体重 200kg、 身長187cm で、商品サイズは約 5cm と。いやサニー強いよね。今トミーロットと超戦ってんじゃん。めちゃめちゃ強いな。サニー四天王で一番強いんじゃねえか。あでも他のやつらの能力まだ分かんないしね。進化した能力、グルメ細胞が進化した能力まだ分かんねえから何とも言えないけれども。そして赤毛豚、捕獲レベル、生息地、体重、体長全てハテナマークという全てハテナマークという、なかなか謎に満ちた豚さんです。商品サイズは約3センチということでね、早速組み立ててみちゃいますか。いやサニーかっこいいね、髪の毛超リアル。まあ豚から作ろうぜ、豚から。いや豚肉食いたくなってきたな、お腹すいたな。ちょっとよっと、おー色かわいい。よいしょ、で胴体担ぎ、あこれ尻尾か、あぶねえ尻尾ちぎるとこだった。ガチョンついで、でんねんねんねん、待てて、なんだこれ。あ豚の口の部品の歯だなこれ、歯。ザン、あめっちゃかわいいわ、見て赤い豚見えるかな。ザン、かわいすぎる、丸々太ってんなこれ、赤毛豚かわいい。よしよし、でも顔は怖い、ほら顔はいかついね。まあ、ということで赤毛豚で、じゃん次はお待ちかねのサニー、我らがサニー。サニーいいよな、いいキャラだよなこいつ。よいしょ、でも四天王の中だと一番好きなのはゼブラなんだけどね。ゼブラすげえ好きだわ、超かっけえ。これゼブラ、あこれゼブラねえの、そういえば顔仮面みたいじゃない、なんか。サニー完成、やばいねサニー。これ作るの超楽しかったんだけど、サニー難しかった、一番難しかったけど、めちゃめちゃかっこいいよ、見てこのクオリティ、完璧でしょ。やべすげえかっこいい。でも顔に色がついてたらもっといいんだけどね。いやーいいね、すげえかっこいい。いや楽しかったなサニー組み立てんの。でもちょっと安定感がないんだけどサニー、ほらうん。で赤毛豚、赤毛豚くんもなかなか可愛いよね。ということで今回はサニーと赤毛豚でした。いやいいね、ココとサニー揃ったわ、やったぜ。じゃん、今までのやつ順番にこう、じゃん。いやツンドラドラゴンいいねやっぱね。でこうバトルウルフもいるし、ロックドラムもね、で我らがおしりむしということでね。よっしゃ、あと少しで全種だわ。いや今までかぶりないのマジ奇跡だわ、マジラッキー中のラッキーじゃないこれ。もうそれかぶるかなと思ったら全然かぶんねや。この調子で一回もかぶらずさ、ちょコンプしてな。おっしゃ、あとはマッスルクラブとトロルコングで、フライデーモンキーとガララワニ、あと少し、あと少しでコンプ、おっしゃ頑張ってコンプしよう。ということで今回はサニーと赤毛豚でした。